脱海とは、生物の高組織からカルシウム塩の結晶が溶出する現象、あるいはそれを引き起こさせる実験上の操作である。以下のような場面で用いる。脱海とは、葉のエナメル質や造下質からリン酸カルシウムの結晶が溶出する現象である。葉の外殻を覆うエナメル質の大半を構成している。物質は、ハイドロキシアパタイトと呼ばれ。 化学式 CA1062 で表されるリン酸カルシウムの一種である。化学的性質は弱アルカリ性で酸にはよく溶ける性質がある。砂糖などを摂取すると口内に細菌のバイオフィルムが形成され、この中で酸である乳酸を生成する細菌があるため CA10628H10CA2622H2O という化学式が成り立ち、 その結果このハイドルキシアパタイトが失われてゆく。この現象は溶ける際にカルシウムイオン重 CA2 を溶出することから脱解といい脱解が進行するとエナメル質に穴が開き、右食となるのである。脱解とは実験操作において生物の高組織からリン酸カルシウムや炭酸カルシウムといったカルシウム塩の結晶を溶出させて軟化し、 実験操作を容易にするための技法である。顕微鏡観察時の組織切片の作成や、脳構造の観察のために、頭骨除去を容易にするときなどに行われ、硝酸や儀酸、ピクリン酸などを用いる。さらに、研究上の操作で意い図いしない、避けるべき脱会もある。例えば甲殻類のように、カルシウム塩によって硬化した外骨格を持つ動物を、ホルマリンで固定して、 液芯標本にすると、ホルマリンが、化学変化して生成した犠酸によって脱解が起こり、標本が損傷する。これを防ぐため、ホルマリンに犠酸を中和するための、炭酸水素ナトリウムや、ヘキサメチレンテトラミンなどを、あらかじめ飽和させておく措置を行うことが多い。ありがとうございます。